ちは。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。ご家庭でハイボールを召し上がる方、今たくさんいらっしゃると思います。その場合の炭酸の注ぎ方、なるべく余計に余分に炭酸が抜けないような注ぎ方のポイントをお伝えしたいと思います。皆さん、大抵まずグラスに氷をお入れになると思います。お好みのウイスキーを注いでいただき、これは軽くステアします。はい、ここまではいつもの手順と一緒です。はい、そしてここに炭酸を注ぐのですが、何も考えず無意識に注いでしまいますと、ボコボコボコとなってしまい、余分に炭酸が抜けてしまいます。注ぐときにこのマークご覧ください。注ぐときにまっすぐ注ぐのではなく、回しながら注いでいってあげてください。いきます。回しながら注いでいただきますと、あまりボコボコならないで、スーッと綺麗な飛び込みのように炭酸が入っていってくれます。トニックウォーターの時も同じです。まっすぐ注ぐのではなく、回しながら注いでいってあげてください。ちょっと手首にも注目です。このままではなく、回しながらです。ご自宅で、ペットボトルをお使いになる場合でも同じです。まっすぐではなく、回しながら注いであげてください。そうしますと、グラスの中で炭酸がまだ生き生きとしてくれています。どうぞお試しください。